コンサルカスキュラと申しまして、モテコンサルということで、はい、かなりパワーワードができたかなと思うんですけども大学も上智大学外国語学部吹奏楽科ってとこなんですけど、文章に残したらやばいみたいなとこもあるし、今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。はい、皆さんこんにちは、トップショーのサスケです。チャンネル登録、ベルマークの方はよろしくお願いしますということで、一緒に指鳴らしていただきましたが、はい、はい、いらっしゃいます、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。まず反対に自己紹介いただいてもいいでしょうか。はい、モテコンサルカスキュラと申しまして、はい、今起業して婚活系のビジネスをやってるものになります。よろしくお願いします、はい、お願いします。モテコンサルということで、はい、かなりパワーワードが出てきたかなと思うんですけども自分で作りました。 ありがとうございます、はい、元々の経歴はすいません、どんな形でしたっけ。経歴は新卒で三菱 UFJ 銀行に入社しまして、はい、そこで7年間勤めた後に自分でモテコンサルって仕事を作って、うん、それで独立して今に至るって感じですね。なるほど、ありがとうございます。ということで、このチャンネルは就活転職チャンネルっていうことで、結構メガバンクに入りたい方とか、入ってから次セカンドキャラまた挑戦したいみたいな方も多くいらっしゃると思うので、全2回にわたって動画撮ろうと思ってるんですが、まず1回目の動画ではウェブ制裁の経験を深掘れればなと思っております。具体的には入社されてからどういう業務をやられてたんですか。最初の3年間は神保町支店っていうところに配属されて、法人部門だったんですけど、そこで営業回りですね、土佐回りで、もうちっちゃい神保町の本屋さんとか出版社とか、本の聖地ですもんね。ですよね。そこでベンチャーとかいろいろあったところを自転車で駆け巡って、融資のご相談したりとか、預金とか決済商品を売ったりとか、そういった業務ですね。いわゆる法人営業、いわゆるもうザ銀行の法人営業ってやって、最初の配属っていわゆる土地は違いますけど、配属先としては法人営業部隊に配属される方多いですよ、ね、そうですね、法人の支社からみんな始まるので、みんな日前線の線駆け巡り回るところからスタートってことですね。なるほど、はい、その時代は結構自転車を使ってたってこともあって、いわゆるイメージする割と言葉汚いかもしれないですが、泥臭いというか、そうですね、泥臭い、そういう営業が多いということで、はい、足で稼ぐというかね。そうですよね、はい、これはもともと入社するときに見えていた世界ではあったんですか。こういうことやるんだろうなみたいな。あ、そうですね、そういう中小企業さんのところから、まあ始まるんだろうなってイメージはありましたけど、なるほどなるほど、予想通りではありましたけど、結構大変でしたけどね。ですよね。例えば女性であれば、いろんなキャリアの選択肢があったかなと思うんですが、その中でもメガバンクで営業って選ばれたのはどういうところだったんですか。選んだっていうか、結果的にだったんですけど、このチャンネルを見ている皆さんのような知識の高さとか優秀さとかではなくて褒められてます皆さん。いや、本当に大学まではまず行き当たりばったりで生きてて、大学も上智大学外国語学科と吹奏楽科ってとこなんですけど、名門っすね。でも、言えてそんな学部入ってもですよ、はい、何の役にも立たないっていうか、ドイツ語学科で学んだことなんて、マジでドイツ語でドイツ語のラップを歌うとかそのレベルの大遊びなんですよ。ちょっと気になりますけど、ドイツ語のラップは。いや、本当になんかね、それで、はい、卒論もないし、まあ、何のスキルとかも身につかず、今の学生さすごくてね、プログラミングとか英語とかすごいやるじゃないですか、まだ全く身につかず、就職になり、就職の時も何も考えてなくて、とりあえず受けてみて入れるとこ行こうみたいな感じで、もう手広く何も考えずメーカー受けて、金融受けて、エンタメ系受けて、広告受けてとかやってたんですよ。それで引っかかったのが金融っていうだけで、なるほどなるほど、マジで何も考えてなかった。じゃあすごく狙いがあったというよりは、就活来ちゃって受かったとこにここかなみたいなのが正しい表現っていう感じですかね、一応受ける中でやっぱメーカーさんとかみたいにカメラをこう売るとかコーラを売るとか、あんまプロダクト系に興味なくて、ちょっと視野を広く持ちたいなと思った時に、金とか経済とかもうちょっと広いじゃないですか、だからまあ自分としても楽しそうだなって思ったのと、あとは単に受けが良かったっていう理由からですね、評価高かったっていう部分もあったってことですね、きっと比較的ね、でも本当何も考えてなかったです。でも先ほどおっしゃったいわゆる有形無形って言葉が合ってるのかもしれないですけど、物を売るよりも無形の金融商品を売るっていうのは、結構その金融選ばれ方の軸として多かったりするんで。そうなんですか。無形って要は例えば人間力といいますか、営業力が特に必要な領域というか、プロダクトの魅力以外金融商品ってあんまり差はなかったりするじゃないですか、大きな差ですね。やっぱり営業力が試される鍛えられるって意味で、割とその営業のファースト系の選ばれ方多かったりするんで。そうなんです、そんなことすら考えてなかった。でも当時の直感が多分正しかったっていうことを。そうなんですかね。実際どうでしたこの営業力という意味で、その3年間つきました。でも、はい、確かにそれはちょっとついたかなと思っていて、特に新規の企業様の開拓を任されてたんですよ。今って法人営業とかって稼げるお客さんと、稼げないお客さんがいるんですよ。でやっぱ会社としては営業力のあるベテランに稼げる会社を持ってもらいたいじゃないですか。確かに。だから新人って特に限られた稼げない会社を一人ずつ担当を持ってて、そこでいかに結果出すかっていう世界なんですよ。
だから結構自分で開拓していかなきゃいけないんですね、うんうん、で私は特にもう本当初心期で、うんうん、何のリレーションもない先に飛び込み営業みたいなことやってたんで、うん、結構そこでお客さんとリレーション作って、うんうん、そこで他の銀行がメインバンクだったのをうちに変えさせるとか、結構そういうところで楽しくやってた記憶ありますね。あ、やっぱ営業向いてますね。そこに楽しみを覚えられるっていうところだったりとか、新規開拓が大変だと思うんですけど、やっぱできてるあたりとかは結構そこで挫折する方多いと思うんで、おそらく向いてるんだと思うんですよ。自分好きにやらせてもらえるじゃないですか、うんうん、何しても別にゼロから0.1でも作れたら評価してもらえるんで、うん、他行の融資の契約書を巻いてて、はいはいはい、もうここで買えるからって言われた時に、はいはい、プレゼンして契約書破棄させて巻き直させたことがとかあって、おすごいですね。なかなかのエピソードですけど、ゴリゴリに営業スキルは結構身につくかもしれないです、うん、じゃあ結構普通の営業マンだと萎縮して言えないこととかできないアクションとかまでしっかりと結果にこだわってやってきたっていう、それもありますね、うん、あとはもうどうなってもいいやっていうところは結構あるんで、銀行の営業は結構営業力つくかもしれないです。なるほどなるほど、うん、ありがとうございます。でそこで3年を経て、その後の4年間はどういう仕事されたんですか？その後は本部に移動したんですね、うんうんうん、銀行って支店から入って、うん、結構行き先いろいろあるんですよ。地方に行ったりとか海外に行ったりとか。そうですね、2場所目で結構いろんな選択肢があるような可能性があるっていう、はい、分かれますね。やっぱ適正とか結構見てるんで、うん、本部の経理とかのシステム部とか行く人もいるし、うんうん、で中で私はどっちかっていうと営業寄りだけど、まあ、ちょっとプロダクトオフィスって言われるところに行って、うんうん、本部の本当にお得意様のめちゃくちゃでっかい企業さんの営業と一緒に企業のためになる提案をするプロダクトをファイナンススキームとかを提案するみたいな部署に行ってきました。なるほど、ワンランク上がった感じがしますね、業務内容として。業務内容はかなりアドバンスしたっていうか。そうですよね、うん、先ほどの新規は新しいところの開拓だから好きにやれるっていうのもあったかもしれないですけど、うんうんうん、今度は既存の大事なお客さんへのすごく重要な提案を本部で任されてるじゃないですか。そうですね、しかもロットもでっかくて不動産のプロダクトファイナンス業務だったんで、うんうんうん、100億とかその単位なんで、かなり収益にも相当響く。取られちゃうとやっぱ利益下がっちゃうっていう、うんうん、インパクトがやっぱでっかいんで、うんうん、かなり責任は大きくなったかなというところありますね、うん、確かに。じゃあプレッシャーの増す中ですけど、そこではどうでした、うん、いろんな失敗挫折もあったかもしれないですけど、印象に残ってることがあったりしますか？今回、視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。いや結構失敗ばっかですよ。あ、まあ、そうですよね、失敗ばっかだし、うんうん、その中でもグローバルチームっていうところに入って、うんうん、外資のお客様が相手だったんですよね、うんうん、外資のお客様なんでかなり契約条件とかシビアで、他行さんとかと条件で比較される、うんうん、そこで今までのこうリレーションみたいなところって、うんうん、彼らとしてはどうでもいいんですよ。だから前場所では社長さんと仲良くなって、うんうん、ズルズルにね、君のところに任せるよとか言ってもらえたのが、いやもう本当、いや条件出してくださいみたいな、それを本国に掛け合って決めるんでっていう、うん、ベッドの営業が通じないというか、ベッド全く通じない、寝技が通じない、もう完全に立ち技っていうところなんで、いかにいい条件出せるかっていうところになってしまうから、今まで培った営業力ってあんまり通じない。逆にもう校内でどのぐらい寝ごってどの条件出して、お客さんとも今後の取引とか見据えてちょっとメリット出していくかみたいなところだったので、より立ち技色が強いかなっていうところですね、うん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 、そうですよね、かなり最初の配属先とは違う営業スタイルっていうところで、うん、そうですね、うん、でも当時は多分大変だったと思うんですけど、振り返ってみると営業としてまたさらにワンランク上がる場所だったのかもしれないですね。そうですね、そこで変に現実取られちゃってこう言いましたよねとか言われて、で変な条件こう飲まされそうになって上司にめちゃくちゃ怒られたりとか、そうこれ失敗なんですね。これ失敗なんですね、はい、彼ら本当に、ね、言いましたよねみたいなのは。いやでも分かります、すごい取ってくるじゃないですか。もうメールなんぞ残ってやろうもんならもう上げ足取りじゃないけど、もう文章に残したらやばいみたいなところもあるし、これで本国に話し通しちゃってるんで、行った責任取ってもらわないと困りますとか言われて、今までのどうにでもなるみたいな、うんうん、営業スタイルが本当に通じないし、それですごい迷惑かけてしまったりとか、しかも金額でかいし、金額でかいし、かなりやばかったですね。その案件が終わる前に辞めちゃったんで、どうなったか分かんないですけど。種はないと言ってた。種まきで終わったとかですね、そこは。あとは契約って双方なので、うん、相手がお手つきしちゃった時に、うん、こっちが回収にかかるみたいなこともあるんですよ、うん、要はデフォルトっていうか、不動産ファイナンスって物件の収益を見越してお金貸すんで、その収益が最初の契約条件と違う少なくなっちゃう。例えばテナントが出ちゃったとか、うん、テナントからもらえる賃料が下がって、全体の物件からもらえる収益が払ったからっていうので、うん、条件をつけて、でここまで下がったらコベナントとか、まあ、トリガーとか言って言うんですけど、うん、
銀行からしたらここのマークのお金は貸せないのでいくら返してくださいとか条件つけたりするんですね、うんうんうん、お客さん側がそういうことがあったりとかすると、うんうん、回収しなきゃいけないんですけど、うんうん、その交渉がまた大変だったりとか、うん、絶対嫌だって言ってくるんで、すごいですね、一つの案件にいろいろ紐づいて大変なことがたくさんあるっていう、ありますね、あ、なるほどなるほど、ありがとうございます、はい、結構盛りだくさん UFJ での営業経験の話を聞いてきたんですが、うん、まとめちゃうといいところ悪いところでいくとどんなところになってくるんですかね。そうですね、いいところは、うん、言い方悪いですけど、うん、ペイペイがちょっとやらかしてもみんなが全力でカバーしてくれるから、うん、これ大企業のいいところですね。大企業のいいところで、うん、やっぱベンチャーとかだと一人がやらかすとそれが結構響いちゃったりするんですよね、うん、クラスの大企業になると、まあ、私が何したところでそこまでの影響は最悪与えないし、まあ、皆さん優秀な人がいらっしゃるんで全力でカバーしてくれる、うん、だから新人の時とかは萎縮してある時とかミスしないようにやんなきゃっていうのもあると思うんですけど、ある程度暴れても大丈夫だし、でそれで成長してくれたらそれを周りが喜んでくれるんで、もう一級好きにやるとこはすごいいいとこかなって思いますね。これは起業したからこそばかりありがたみですね。ですね、私今起業して経営してますけど、そこで一人がね契約取ってきちゃったりとか、ロス出しちゃったってなるとうおーってなるって、そうですね、カバーしきれないそこある中で、大企業だとある程度は大丈夫ってとこあるので安心感あります、ね、これがいいところ、はいはい、悪いところというか、まあ改善のうちあるかなというか、そういうところどういうところだったりするの。悪いところは上位下達はあるので、トップの言うところをある程度聞かなきゃいけないところはあるから、自由にできるって言ってもなかなか自分にも強い意志がないと動きにくい、特にいい子になっちゃうっていうか、こう言うこと聞いちゃって言われたことをやるマシーンになっちゃいがちってところあると思うんですよ。だからそこはちょっと自分で意識して自分で考えるってことをしていかないと出世できないっていうか、キャリアが伸長しないと思うんですよね。まあ、上司からしたら言ったことを正しくやってくれる部下ってありがたいんですよ。私は今経営してて思うんですけど、そつなくやってくれる人ってすごくありがたいんだけど、それが特に銀行とかに行く人がそれでいいのかっていうと若干違うのかなって気もするんで、そうですね、言われたことをマシンにならないように気をつける必要はある、うんうん、リスクはベンチャーとか行くよりも可能性としてあるので、より主体的に積極的に仕事していかないとっていうのは確実にありますよね。あると思います。ありがとうございます、はい、まとめていただいていいところは安心感があって挑戦できる、リスクを取れるっていうところだと思っていて、悪いところは一方で主体性が失われがちっていうことなので、そこはちゃんと積極的に主体的に取り組む姿勢がないと、社内にいても出世できないし、社外に出ても活躍できない可能性があると思います。本当バリューなくなっちゃうと思います。そうですよね、社外出た時にバリューがいいですね、こととしては。バリューなくなっちゃうとだと思う。だから今後話あるかもしれないんですけど、はいはい、やっぱ銀行員ってセカンドキャリア持ちにくい人が多くなりがちなんですよね。なるほど、ありがとうございます。ちょっと今セカンドキャリアの話も出たので、次の動画では、はい、銀行の方々がどういうセカンドキャリアになるケースが多いのかとか、あとは勝倉さんの、はい、モテコンサルでこう起業されてるっていうところの仕事の話だったりとか、そういう話をいろいろ深掘っていきたいと思いますので、引き続きご協力いただければと思います。じゃあ視聴者の皆さんに最後メッセージいただければと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、はい、私は本当に何も考えないで就職まで来てしまったんですけど、やっぱ考えた方が良かったなっていうのすごいあって、で本当この動画見てる皆さんはちゃんとね考えてらっしゃる方だから心配いらないと思うんですけど、まあ、見えてる範囲で自分どうしたいのかとか、まあ、どういう風になりたいなっていうのは持ちながらやった方がいいかなと。仕事する中で全然変わることあると思うんですよ、変わるのは全然いいと思うんですけど、変わるかもしれないけど、まあ、見えてる範囲でちゃんと先を見越してやるっていうのがいいんじゃないかなと思うので、私のようにならないようにしていただければなと思います。ありがとうございます、はいはい、であと勝倉さんもいろいろ SNS の活動とかもされてますよね、はいはい、今モテコンサルとかっていう、まあ、恋愛婚活のアドバイスをするような、ね、カウンセラー業務をしているのと、すごい、あとナリソメビコっていう結婚相談所を去年から始めて、あ、そこまでやられてるんですね、はい、それがなんかすごく人気で今力を入れてるんですけど、だから皆さんねキャリアも大事ですけど結婚も結構大事なんでね、恋愛とか結婚ってやろうと思った時に意外とできなかったりとか、これも結構下積みがいるところもあると思うんで、仕事だけじゃなくて恋愛も頑張った方がいいと思うんですよ。いやー結構恋愛の頑張る方が多いチャンネルだと思います。いやそうですよね、はい、キャリアそうなんで、キャリアあった方が結婚とか恋愛もね持ってやすいっていうのはあるんですけど、一方で経済力だけでは何ともならないところもあるんで、そちらのね勉強もぜひね同時進行でしていただけたらと思うので、Twitter とかもね、はい、やってたりとか YouTube も最近頑張ってたりとか、ただ著書もね一応書いてたりすごい本も書かれてるんですね、はい、なのでねぜひ同時進行でお勉強していただけると嬉しいなと思います、はい、ありがとうございます、はい、勝川さんの情報全部概要欄に貼っておきますので、Twitter とかもフォロワー何人いらっしゃるんですか。今 3.6 万人ぐらいかな、すごい、めちゃめちゃフォロワーいらっしゃるんで、ぜひ皆さんもフォローして、はい、YouTube 見てください。ありがとうございます。はい、それではまた皆さん次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。モテない男性いました磨けば光るの、例えばどういうことを言うんですか。外見面で、はいはい、眉毛ボサボサ、髪の毛もカッパみたいに見えて大丈夫ですよね。恋愛結婚って感覚的なものじゃないですか、そこに正直
らなそうって持ち込んだ人にもな結構伸びるんですよ。なるほど。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますのでお早めに。皆様の挑戦お待ちしております。